様おはようございます。相鉄ホールディングスの鈴木と申します。本日は早い時間からお越しいただきありがとうございます。私からは相鉄グループの取り組みにつきまして、その一部ではございますがご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。相鉄グループは2017年に創業100周年を迎えました。これを機に相鉄明日を作るプロジェクトを立ち上げました。私たちが目指すのは、売り上げが一番大きな会社でも利用者客数が一番大きな会社でもありません。都市と自然をつなぐ住みやすい沿線として真っ先に選ばれる、そんな会社になりたい。東京都心への直通運転を契機に様々な取り組みを進めています。 JR 線との直通運転についてご紹介いたします。路線図が示してございますが、西駅から新線に入り、新駅羽沢横浜国大より JR 線に乗り入れる計画です。都心へダイレクトアクセスが可能となり、所要時間が大幅に短縮されます。また2022年の下期には東急線との直通線が開業予定で、こちらは都心直通に加え、新幹線停車駅である新横浜駅までのアクセスが大幅に向上されます。相鉄グループでは、魅力ある沿線の創造によるブランド力向上、ブランド力を生かした事業領域拡大を成長戦略に続けています。魅力ある沿線の創造に向け、6つの重点プロジェクトを進めていますが、本日は沿線のハブである二俣川および泉野線の駅前リノベーションを中心にご紹介いたします。本線と泉野線のジャンクションであり、神奈川県の運転免許試験場の最寄り駅でもある二俣川では、南口エリアの再開発事業が完了いたしました。その、左手にあります400戸超のタワーマンション、グレーシア二俣川および中央にあるオフィス、商業施設などを整備し、約100店舗からなる商業施設ジョイナステラス二俣川が昨年オープンいたしました。同時に駅舎についても後ほどご説明します。デザインブランドアッププロジェクトによりリニューアルを行い、ご利用されるお客様に日常の豊かさを感じていただけるような空間を作っています。二俣川から分岐します泉野線の第1期区間、泉野までの3つの駅前についてイノベーションを計画しております。イノベーション計画を推進しております。2014年の泉野駅第1期オープンを皮切りに、南牧原、弥生台と駅前のイノベーションを行っています。このうち弥生台については相鉄不動産による賃貸住宅の整備を現在行っております。これは若年層ファミリー層の誘致を図る目的もございます。本日は南牧原について詳しくご紹介いたします。南牧原駅前は従前は商業施設と付属施設のみが立地しておりましたが、今回のイノベーションにより分譲マンション、賃貸マンション、サービス付き高齢者住宅を整備しました。合わせて認可保育園、学童クラブ、病児保育室も整備し、近隣にある横浜市最大級の子ども自然公園と合わせ、安心して子育てができる環境を整えています。駅前には水巻みんなの広場を設け、地域のまちづくり拠点の水巻ラボと合わせ、コミュニティが生まれる空間を作っています。駅直近徒歩1分という中に住まう機能が分譲、賃貸、高齢者向けと3つ揃うことが全国でも珍しく、国土交通省のモデル事業にも認定されております。また水巻みんなの広場についてはグッドデザイン賞も受賞しております。この南牧原では住み替えによる世代の循環、人口の流動の創出も施行しています。駅から少し離れ高齢化が進んでいる既存の戸建て住宅に住まわれている方が、駅前に整備しました分譲住宅や高齢者向け住宅に住み替え、次に賃貸住宅や分譲住宅の整備、
高齢者が住み替えた戸建て住宅に若年層を外部から誘致し、人口の誘導を生み出す仕組みです。このため、戸建て住宅の新単位やリフォームの補助など、住み替え支援のメニューなども多数整備しました。今ご説明しました各駅前のリノベーションにおいては、単にハードを整備するだけでなく、地域の方が集える広場を各駅に整備し、駅前の賑わいや地域コミュニティの醸成などを図る場を作っています。また、地域の方にとって起こることができる、地域の顔となるような飲食店を作る、相鉄沿線名店プロジェクトを立ち上げ、現在までに3店舗を誘致、開業しております。左側になりますが、誘致第1号店の一軒家フレンチレストラン、メタルズ桜は、三国横浜の料理長のキャリアを持つ、南波シェフをオーナーに迎え、2014年に弥生台駅前にオープンいたしました。右側の写真となりますが、弥生台駅は43本の桜並木を校内に持つ首都圏では珍しい駅で、いよいよ今週末から見頃、満開を迎えます。これに合わせ、駅の桜をライトアップしまして、また、駅に近接するこのフレンチレストランからも満開の桜を見ながら本格的な地産地消のフレンチが始まり、そんなお店となっております。また横浜市最大級の公園である子ども自然公園をフィールドに2つの大きなイベントを開催しています。1つは横浜ネイチャーウィーク、子どもと楽しむ大人の自然をテーマに、2018年5月の開催では3日間で延べ約2万1000人に来場いただきました。もう一つは相鉄ロックオンミュージック、次世代のミュージシャンの応援と地域の活性化を目的に開催し、こちらは2018年10月の開催で2日間で延べ3万4000人と、大変大きなイベントに成長しております。このほか現在進行中のビッグプロジェクトとして、泉野線夢ヶ丘駅エリアでは計画人口5000人を超える大規模開発、また右手になりますが相鉄グループの本拠である横浜駅西口鶴屋町エリアでは、国家戦略特区に指定された再開発事業において、横浜駅直結となる地上44階建ての超高層ビルを建設中です。最後にデザインブランドアッププロジェクトについてご紹介いたします。本プロジェクトは先ほどご説明した通り、都心への乗り入れを契機に沿線のお客様が毎日ご利用になる鉄道の駅、車両、制服などをリニューアルし、沿線のブランド価値を向上させるものです。アートディレクターに賛成者の甲恒恒さん、グッドデザインカンパニーの水野学さんを招き進めている。デザインコンセプトを安全、安心、エレガントとしています。このエレガントですが、決して豪華とかゴージャス、こういったものを意味するのではなく、日常お使いになるお客様にちょっとした豊かさを与えられたらいいなと、そういう思いを込めてこのコンセプトとしております。相鉄グループの次の100年を作る時代の流行に左右されない醸成するデザインを目指し取り組みを進めています。本日の午後をご案内いたします羽沢横浜国大駅も、本プロジェクトのコンセプトにのっとりデザインを行い、キーマテリアルとしている鉄、レンガ、ガラス、またキーカラーに必要な案内表示が見やすい効果を持つダークグレーを用い、駅空間をデザインしています。合わせて鉄道バスの制服の29年ぶりのリニューアル、一人当たりの幅を大幅に広げ、並んで座っても圧迫感がなく、また小さなお子様と一緒に座ることができるオリジナルベンチも各駅に展開しています。そして都心乗り入れに合わせ、本プロジェクトの象徴となる横浜ネイビーブルーをまとった新型車両2万系、1万2000系をデザインしました。本日お披露目する1万2000系については、この後相模鉄道の関根より詳しくご説明申し上げます。
ご清聴ありがとうございました。